皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。はい、9月も中旬を回りました。つながるラジオを始めさせていただきます。私は青森県からですね、この FM ギノワンの電波を使わせていただいて、お送りをしているんですけども、今の青森県ですね、9月の中旬の青森県どんな感じかと言いますとですね、だいぶ朝と晩は涼しいです。20度下回るような気温も、全然ありますし、まあ、20度付近でちょうど寝心地もいい感じ、すごく寝やすくなりました。朝起きやすいし寝やすい、朝晩はすごく楽な、体が楽だなというふうに感じられる気候になりました。で、日中はですね、じゃあどうかというと、暑いですね暑いです。やっぱ30度を超える日もですね、全然ありまして、32度まで上がったりですね、そういう日もありました。まあ、なんかあの天気予報をですね、ちょっと見てたら、まあ、この30度を超えた日以降はですね、まあ、最高気温27、8度、まあ、それでも十分暑いんですけど、まあ、まだね、ちょっとこう残暑というやつですね。青森県も、まあ、朝晩は涼しいけど、日中は全然まだ真夏を感じさせるような日差しです。汗ばんでます。半袖ですという感じですね。まあね、10月に入るぐらいになるとね、少し緩んで欲しいなぁなんては思ってはいるんですけどね。さあ、どうなることやらっていうとこで、去年なんか見てますと、10月までね、やっぱ30度近くまで、上がったりしてました。去年の夏はね、もうとにかく暑かったですね。で、今年もね、まあ、ご多分に漏れずというか、やっぱ暑いは暑いの中なんですが、体調をですね、やっぱ気をつけないとですね。まあ、熱中症、まあ、いつまで熱中症にね、気をつけましょうっていうことを、なんか気をつけておかなきゃいけないのかななんて、もうちょっともうだいぶ飽きてきましたよね。もうなんか5月6月ぐらいからずっと熱中症に気をつけてるような気がしますけどね。まあ、沖縄の皆さんはですね、台風なんかもね、非常にシーズンになってまして、毎回、ちょっと大変な思いされてらっしゃるんじゃないかなと、心配もしております。ね、あの、まあ、気候ばっかりにはね、逆らえませんからね、うまいことこう適応していこうというところになるかと思うんですが、まあ、ちょっとお互いね、気をつけていきましょうね。はい。この番組ではですね、メッセージもお受けしております。メールアドレス、797@fmkino1.com、すべて小文字、数字小文字ですね、797@fmkino1.com でお待ちしております。ぜひ、お気軽にメッセージを寄せいただければなというふうに思います。はい。あと、この番組はですね、 YouTube でですね、過去の分も配信させていただいておりまして、このリスラジのね、ラジアプリでも聞けますし、FM ギノワンさんのこの電波でも聞けますし、あと FM ギノワンさんの YouTube でも聞ける、あとはですね、 YouTube の検索窓で、この番組名であるつながるラジオ、カタカナですね、小文字でつながるラジオと入れていただいて検索していただきますとですね、黒いアイコンに白抜きでつながるラジオという書いてある、チャンネルが出てまいります。こちらがですね、こちらの番組の YouTube チャンネルになっておりますので、過去のアーカイブですよね、ゲストを迎えした回とかですね、あとはいろんな、おしゃべりをしている回、すべてお聞き、見ることもできますし、聞くこともできますと。まあ、聞くことができますか。で、YouTube なのでね、動画ついてますけど、動画の、QR コードがついてまして、動画の画面にはですね、QR コードを読み込んでいただきましたら、私にまつわるですね、SNS、情報出てまいります。毎日ノートですね、更新をしており、情報発信をしておりまして、今で670日ぐらいが超えたのかな、ぐらいをですね、毎日毎日文章を書いてますので、まあ、大したね、文章じゃない日ももちろんありますよ。あの、そんな毎日一級品は書けないんですけど、まあ、何かしらね、ちょっと自分の言葉を紡いでいこうなんて気持ちを持ってましてですね、
長文になることもあれば、サクッと読めるときもあると、まあ、暇つぶしにでもですね、お読みいただければなというふうに思いますので、お役に立てるかどうかは全然わかりませんけどね、ノートの登録とか、フォローとかですね、あと、いいねとか、なんかそんな反応していただけたら嬉しいなというふうに思っております。ぜひ、YouTube チャンネルもご覧くださいということです。はい、それでは今日も始めてまいります。よろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀勝です。よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、先日ちょっとですね、東京の方に、行ってまいりまして、まあ、その時の話を、ちょっとしていきたいなというふうに、そんなことを思っているんですが、ですね、3日ぐらいかな ?3 日間ぐらい東京の方にちょっと滞在しまして、そのうちの1日をですね、実は、ライブに参戦をしてまいりました。うん。ライブはですね、自分この人生の中で、実はあんまりそんな何回も行ったことがないんですよ。多分10回もないと思うんです。で、今回はですね、ちょっと大きいライブに参戦をしてまいりました。うん。誰のライブかというとですね、乃木坂46ですね。乃木坂46。もう皆さんご存知だと思いますけど、乃木坂さんのですね、ちょっとライブ、真夏の全国ツアー、最終日ではないですけど、最終地というかね、東京公演。で、まあ、どこでやったかというとですね、明治神宮球場ですよ。東京の明治神宮球場。まあ、私、カープファンなんで、ヤクルト戦の時はですね、まあ、カープファンとして、ちょっと神宮に押しかけることもございましてですね、まあ、野球ファンとしては何度も行かせていただいている神宮球場なんですが、ライブではですね、ちょっと、初めましてということで、乃木坂ちゃんのですね、ちょっと見てまいりました。まあ、何を隠そう、乃木坂46のライブ、初めて見るんですよ。結構ですね、楽しみにしていきましたね。チケットですね、実は知り合いの方からちょっとお譲りいただいて、ちょっと参加。だいぶ前からね、もう参加することは決まっていたんですけど、知り合いの方が撮ってくださってですね、ちょっとこう、便乗させてもらったと、いうことなんですが、この、なんかこう、すいません、私、乃木坂46さんをですね、そこまでごめんなさい、詳しくないんですよ。そうなのにちょっと言ってごめんなさいなんですけど、コアなファンの方で、ね、本当申し訳ないんですけど、でも行ってみたかった、ずっと。ずっと行ってみたかった。し、そんなコアなファンではないので、曲も、うっすらしかわからないんです。で、メンバーさんのね、たくさんメンバーさんいらっしゃいますけど、顔とお名前がね、ちゃんと一致してるメンバーさんっていうのも、申し訳ないけど、やっぱ全員は申し訳ないです。一致してません。これも最初に白状しとかないとですね。にわかファンですと。にわかファンっていうか、まあ、ちょっとずっと見たい気持ちはあってですね、一番最初の、乃木坂46って AKB48 の、まあ、公式ライバルとしてね、誕生したと。で、その時のなんかニュースリリースとかは、あれ2011年ぐらいだったのかね。なんか結構昔のイメージですけど、そういう時のなんか、デビューのね、曲、ぐるぐるカーテンって曲ね、とか、その時のこう、メンバーの顔ぶれとかは、実は見てたんですよ。その頃 AKB をね、結構ハマってた時代だったんです、自分としてはね。AKB 少しハマっていた時があって、で、公式ライバルなんだから、じゃあどんな子たちがいるんですかねみたいな感じでですね、
ちょっとこうドキドキワクワクもんで、その一期生と呼ばれる方々なんですかね、その方々の顔ぶれ、ぐるぐるカーテンのですね、ミュージックビデオも見ましたし、なんだったら今みたいにこうサブスクで音楽、サブスク全盛期ではなかったんで、まだ一曲ずつ300円ぐらいで買ってた時代ですよ、iPod とかで。で、ぐるぐるカーテン買いましたからね、僕ちゃんと。なんかすげえマウント取ってるみたいに聞こえちゃうかもしれませんけど、そういうことじゃなくて、なんか乃木坂さんにはすごく興味はあったんだけども、まあ、ちょっと深く入っていくことがなかなかないまま、ちょっと終わっちゃったぞ、というふうな感じなんです。終わってはないか。終わってはないんだけど、過ごしてきました、というところで、なかなか機会ないままね、ライブまで行くことがないまま、ここまで来ましたと。で、講演いただいて、ちょっと神宮のライブに参戦できるということで、いや、それならばもうぜひぜひ行きたいです、ということでですね、行かせていただきました。なので、ちょっと今のね、現状のこうメンバーさんの体制っていうのはなかなか詳しいところじゃないんで、今日お話しすることっていうのは、まあ、一素人がですね、乃木坂さんの神宮のライブを見て、どうだったぞっていうふうな一つの感想をね、ちょっと述べさせていただくぐらいの、そういうライトな感じでね、お聞きいただければなというふうに思います。間違っててもね、ほんとすいません。素人なもんで。優しい目で、見ていただければなというふうに思うんですけど、まず、乃木坂46の神宮の真夏のライブ、めちゃくちゃ良かったです。めちゃくちゃ良かった。これ私がね、こううっすらしか知らない、この乃木坂さんは、うっすらしか知らない私でも、めちゃくちゃ楽しめた。正直ね、不安だったんですよ。いや、メンバーさんもちゃんとお名前一致してない、曲も、まあ、うっすらちょっと知ってるものはあるけど、知らないものの方がもう断然多い。で、そんな自分がね、やっぱ熱烈なファンの皆さんに混じって、まあ、コールもね、ちょっとやっぱよくわからないわけです。で、そういう中で、いったはたして楽しめるのかな、ということはですね、非常に心配でした、やっぱり。なんかこう、なんて言うかな。ちょっと、なんだろう。お門違いな感じにね、ちょっとなっちゃうんじゃないかな、いうのは心配してたんですけど、いや、めちゃくちゃ良かったですね。ちゃんとこう、わかんないですよ。わかんないですけど、知らない方っても、ちゃんと楽しめるように、ちゃんと作られているんだな、って。ちょっと思いましたね。例えばですけど、そういう工夫の一つとしてね、僕は非常に助かったのは、きちんとね、こうメンバーさんの、でもすごい神宮球場が広いわけですよ。広いんで、大型モニターもね、3つぐらいあったのかな、あれは。3つか4つぐらいあったのかな。その4つぐらいのモニターの中で、バーンとメンバーさんがね、こうピンでこうショット、ピンショットで、ボッてこう映った時に、この子いいなとか、やっぱ思ったりするじゃないですか。この子すごいなんか、いいなと、推したいな、みたいな。ちゃんとね、名前が出てる瞬間があって、このメンバーさんの名前は誰だよっていうね。あとフルネームでちゃんとこう表示してくれる、そういう場面もあってですね。なんか気になるあの子のお名前はっていう時にちゃんとその瞬間で確認ができたんで、めちゃめちゃ良かった。推しを見つけることもできたなというふうに思います。で、僕はすいません、本当にちょっとうっすらしか知らないんで、西野七瀬さんとね、白石麻衣さんのダブルセンターの時の、曲で言うとインフルエンサーとかね、レコード大賞がなんか取ったんじゃなかったでしたっけ？ね、インフルエンサーとかは自分のでも結構聞いたりとかしていてですね、なんかそういうのは知ってたり、あと白石麻衣さんが卒業するときの、幸せの保護職ですかね。あれとかも、なんかコロナの時だったからね、ちょうど。なんかすごいいい曲だし、すごい聴いてたんですよ。サブスクでね、聴いてたりもしてたんで、なんかそんな風な曲が出てくるのかななんてちょっと思ったりしたんですけど、あれなんですね。夏にやっぱテーマをすごく区切っているライブ構成になっていて、多分毎年そうなのかな、ちょっとすいません。わかんなくて、申し訳ないんですけど、神宮でね、やっぱ夏のこう、乃木坂ってなる。夏にまつわる曲が非常に多かったんですよ。だからメンバーさんがね、こう、浴衣を着て、踊るとかパフォーマンスするみたいな、そういう瞬間もありましたし、なんかこう、夏仕様のね、こう、屋台みたいなね、なんかそういう風な、
セットになってるところもあったし、なんかこう構成、ライブの構成としてやっぱりこう夏を意識させる、でちょうど参戦したのは僕初日 3days ジング 3days の初日だったんですけど、台風10号がですねやっぱ来る来ないみたいな、ライブやるんかやらないんかみたいな、なんかそんなんで、で僕も X をね結構見ていて、でなんか知ってはいた、うっすら神宮は雨に当たりやすいみたいな、の、まあ、夏の乃木坂の神宮ライブは結構雨に当たりやすいみたいなことは結構なんか見たりはしていて、あ、やっぱり台風10号でダメなんかなとか、もしかしたら10号直撃してライブ自体ないんかなとかってちょっと思ったりもしてたんですけど、ね、初日も、多分2日目も3日目も全部結局雨当たんなかったんじゃないですかね、あれね。僕の時は全然一粒も降らずに、めちゃくちゃいい風が吹いていて、すごくライブ観戦日和というか、屋外の、ね、ライブだったんで、すんごい暑くても嫌じゃないですか。すごいいい気温でした。なんかちょうどいい気温。でも会場の熱気でね、それがもうボルテージバーンとね、上がっていくんですけど、でも見やすかったっす。そういった意味でもね。すごい、だからね、なんか、会場のね、なんかのファンの熱気がすごいっすね。なんか、思ったの、僕、去年ですね、去年 SKE48、ね、48グループの SKE48 のライブもちょっと見させてもらったんですけど、その SKE さんの、ファンの層と、乃木坂46さんのファンの層って、やっぱ違うんですね。すいません、当たり前なのかもしれないですけど、全然違うんだなと思いました。あ、やっぱ印象的なのはすごく女性の方が多い、ファンの方に。女性のファンめちゃくちゃ多いなと。で、若い女性の方も、多いし、あと年代幅広いなと思いました。もちろんね、若い方多いは多いんですよ。多いんですけど、僕みたいに40代の方ももちろんたくさんいらっしゃったし、僕より年配層の方もいらっしゃったし、なんかね、家族連れもいらっしゃったし、なんかすごい幅広いんだなぁと、いうのもですね、結構びっくりしました。入場前にね、神宮の前でちょっとうろちょろしてた時に、うわぁ、なんかちょっと全然雰囲気違うなぁ、なんてね、思ったりもしたし、すごい、そこでも結構びっくりしましたね。あとは、そのライブの演出で、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりで申し訳ないですけどね、ライブの演出でもね、こう、すんごい広い会場なわけですよね。もう球場ですから。で、その球場の中で、まあ、僕はね、その、まあ、外野スタンド、あれか逆か。内野席の方にいるんですけど、内野席の方から、まあ、外野席に向かってステージが組まれていて、まあ、その距離ってね、まあ、相当離れてますから、そのステージの上でね、歌って踊ってらっしゃるメンバーさんって、なかなかちょっと、小さくて見づらいんです。正直言うとね。ただやっぱ工夫されてるのは、ちょっとちゃんとこう会場を大きく使うっていうことをちゃんと意識されてらっしゃるんだと思うんですけど、その、外野席のね、まあ、奥側にあるメインのステージみたいなところ。そこでのパフォーマンスだけじゃなくて、長い花道がですね、その外野席側の方にもですね、こう、外野席の方にももう一個ちっちゃいステージがあるみたいなイメージで、長い花道の外にこう、あるんですよ、またステージが。だからそっちの近くまでね、来て、パフォーマンスしてくれる瞬間も結構あって、で、そこまで来ると、なんか、あ、ちょっとわかるかも、みたいな。なんかね、そういう、やっぱりテンション上がりますよね。近くに来ると。嬉しくなっちゃうね、やっぱね。すごい、なんか、手なんか振っちゃったりなんかしてね。すごい、テンション上がっちゃいましたよ。で、なんかそういう工夫もね、されてたし、あとは、結構これは終盤の方ですけどね、まあ、アンコールじゃないのか、まあ、アンコールの前ぐらいなのかな、結構終盤の方だってちょっと記憶してますけど、なんつうかトロッコっていうんですかね、あれなんかトロッコみたいなのにですね、メンバーさんが乗って、その球場のその、なんですか、外野スタンド席の通路をですね、ちょっとこう、あれなんですよ、回ってくれたんですよ。あれ、めちゃくちゃ近くにで見ることもできるんですよね。だから、
そのステージだけじゃなくて、本当結構近いところで見ることもね、できたんですよ、メンバーさんを。うん、で、いわゆるこう、レスっていうやつですよ。メンバーさんがね、もうファンの人もものすごい、もうめちゃめちゃこう、手振って、もうみんなが手振ってる、そのメンバーさんに向かって。うん。で、僕もめちゃくちゃ手振ってるわけですよ。で、わーって、ちょっとで一瞬でもね、なんか目が合った気がすると、ね、まあ、レスを送られたっていうやつですよ。すると、なんかやっぱね、キュンとしちゃう。あ、なんか、すごい、今、ちょっと見てくれたっていうね。すいません、ね、もう40のおっさんがね、なんか、ちょっと、申し訳ないんですけど、でも、ちょっと、なんすか、思ったこと伝えたい、今日は。ね、たまにちょっとこういう放送もちょっとさせてください。で、やっぱね、レッスンをもらって、まあ、見てないかもしれないですよ。でも、こっちはそういうふうにちょっと勝手に思ってるだけかもしれないんですけど、うん、でもね、こう、なんか目があった気がするとね、ちょっとキュッとしちゃいますよ。で、なんかこう、なんか、すごい、ファンサービスいいなーみたいなんですね。そんなことも、ちょっと思っちゃったりなんかしてですね。で、そのトロッコにね、乗って、こう、僕の前を通り過ぎたメンバーって、もちろん全員ではないんですけど、その中の、まあ、お一人、メンバーさんのですね、柿遥さんが、ちょうど通った瞬間にですね、その柿遥さんと僕はちょっと 目が合った気がしてるんです。3秒ぐらい。わかんないですよ、もう。ちょっと、うわーとか言ってますから、うわーとか言ってば、こっちはね、もうテンション上がって。で、すごいね。やっぱ可愛いっすね。皆さん可愛いんです。皆さん可愛いですけど、もう何かね、こう、レッスンもらっちゃうと、もう、一気にこう、ファンになっちゃいますよね。もう、そのくらい、カッキーって、なんか言っちゃいそう。もう、多分言ってたな。言ってます、多分僕。はい。なんかね、まあそういう感じで、なんかこういうのも楽しみ方なんだと思うんですよ。まあ僕ほらね、冒頭で申し上げましたけど、そこまで曲は知らない、メンバーさんも知らないと。ね。で、ちょっと不安を持ちながらライブ行きましたと。でも、曲のね、パフォーマンスの凄さみたいなもちろんありつつ、オーケストラがね、出たりとかしてますから、生のオーケストラでね、ちょっとすいません、テンション上がってますけど、生のオーケストラで、曲を披露したりとかですね、なんかそんな演出もあるんですよ。なんかそれだけでもすごいなってやっぱ思うじゃないですか。だからそういうのを見ながらですね、やっぱ、素人が見ても、ああ、なんかすっげえなっていう風に、もうじゃあメンバー可愛いなっていう風に、楽しめるライブだったぞということを、もう今日は伝えたいですということです。なんかうまく伝わってないと思いますけど、なんかとにかく興奮して帰ってきたんだっていうことはですね、分かっていただければなという風に思いますね。また行きたい。神宮にね、まあ、もちろん行きたいなと思いますけど、そうじゃないね、箱のライブもね、ぜひ見てみたい。まあ、ちょっと神宮のね、こう夏っていうそのテーマもすごく良かったですけど、他のなんかライブもね、ちょっとぜひ行きたいなーなんてね、ちょっと思いましたね。皆さんもですね、ぜひよかったら、乃木坂46、一度ライブに足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、というわけでエンディングのお時間です。今日はですね、乃木坂46の、真夏の全国ツアーかな、神宮のライブをですね、ちょっと見てきたぞと、めちゃくちゃ良かったぞと、っていうですね、話を、させていただきましたけれども、ぜひね、見に行ってほしいです。多分ね、ちょっとこう行きづらいなって思う人の気持ちも僕わかるんで、なんかコールができないといけないんじゃないかなとか、できなくてもね、全然楽しめます。すごい楽しめましたから、僕コール全く分かんないんですけど、めちゃくちゃ楽しかったですなの で,、ですごいね、いろんな方来てらっしゃるん で浮かないです皆さんが行っても浮かないですから大丈夫ですっていうことをね、ちょっとお伝えできればなというふうに思いました。はい、毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。ぜひですね、冒頭でメッセージ募集してます。 777@fmきのまと.com
ね、送りいただければというふうに思いますので、感想なんかもですねお待ちしております。はい、毎週毎週このような感じで、まあ、ゲストを迎えしたり、あ、9月ねゲストを迎えする予定でおりますんでね、ちょっとぜひぜひ楽しみにしていただければなというふうに思うんですけど、まあ、ゲストを迎えしたりこうやって、自分が普段感じることをですねつら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 とおしゃべりしておりますのでですね、よろしければ YouTube でご覧いただけたらななんてふうに思っております。はい、それではですね、また、次回お会いできたらなというふうに思います。お相手は松山秀和でした。ありがとうございました。